行くぞ。終日1ソロのコンディションで競争が続きました。今日3日目の5日のトレース場、4日間開催、勝負がけ最後の第8レース準決勝戦 A の開始です。ここも2着までが優出となります。8レースの準決勝 A は0から20のハンデ構成で争われます。まずは0班4台、竹中和成、君和田裕二、高田秀和、そして片岡健二です。10戦は浦部健太と牧瀬良樹、そして20メートル単独田中茂が入ります。人気は5番の浦部健太、こちらが一番人気、同期君和田裕二との一騎打ちとなるんでしょうか。浦部君和田の折り返しが人気の筆頭で、田中茂の底力、さらには田形秀和のさばきというところも集まりまして3秒切りました。8レースの準決勝 A、 スタートは赤ランプ、再発走となります。フライングがありました。勇み足となった選手は誰でしょうか。最終8レースも不適正発走、0、4台、12台、20戦が1台というハンデ構成並び、大時計まだ数字が上がりません。時間を要しています。今各選手は 3,4 コーナーのところ3台のフライング。1番車、2番車および6番車のフライングのため再発送いたします。1番の竹中、2番の君和田、そして6番の牧瀬、3選手がフライングとなりました。勝ち上がりの権利を持っているのはこれで4人、田形、片岡、浦部、田中ということになりましたが、人気の一角でもありました2番君和田裕二、フライングを切った一人です。1番の竹中、2番の君和田、そして6番の牧瀬、この3選手が1回目のスタートでフライングを切ってしまいまして、勝ち上がりの権利を失いまして失権です。再度係が離れました。今日は終日一走路のもと戦いが続きました。最終8レース、再度大時計ブルーランプが消えていきます。5秒を切りました。3秒前、再度の発走、8レース準決勝 A はスタート。もう一度赤ランプ、さあ2度目の不適正発走、後がない選手もいますが、2回目のこの大時計赤ランプの数字は、ただいまの発送は5番車のフライングのため再発送いたします。1回目は通常通り出ました。5番の裏で2回目のスタートでフライングを切ってしまいました。さあこの辺りでがぜん色気づいてきたのは田形、片岡、田中茂といったところですが、浦部健太は1ヶ月ほど前のこのミッドナイトの開催、初走路を舞台に自身の初優勝を飾りまして、今回もこのミッドナイトを連勝で勝ち上がってきましたが、2回目の発走でフライングを切ってしまいまして、浦部健太も失権となりました。一番人気の浦部健太、2回目のスタートで勇み足、3度目は何としても出てほしいところです。
もう一度係が点検を終えて今離れていきました。気温8度、走路温度6度という状況で第8レースの準決勝へ3度目の発走です。フライングを切ったのは1番の竹中、2番の君和田、6番の牧瀬、そして2回目の発走でのフライング、5番の浦部。ブルーランプ消えました。3秒前、第8レース準決勝へスタートしました。今度は決まりました。04台は2番の君和田が先手を打つでしょうか。20戦7番田中茂が速攻体制で一気に5番の浦部、6番の牧瀬、1番の竹中を叩きます。前3人が集団となって迎える3コーナーは2番の君和田わずかに優勢か。4番の片岡が外からまくり上げようとしますが、受け止めている2番の君和田裕二、内目から3番の田形秀和、田形がさあ君和田を射程に捉えています。4番片岡も離れません。失権は2番の君和田、それらを追っていく3番の田形と片岡、その3人からまだ15メーターくらい差がついて7番の田中茂が4番手を進んでいます。現状は高田と赤岡優筆権という位置取りですが、この後の動きはどうか。2番の君和田がレースを引っ張っています。2番手3番の高田、4番の片岡、変わらずの3番手。この後ろは7番の田中茂、3番手との距離はこの周回でもなかなか詰まりません。2番の君和田が飛ばしていきます。2番手3番の高田、3番手4番の片岡健一という体勢、そして7番の田中茂が4番手で、6番の牧瀬、5番の浦部、最後方離れて1番の竹中。残り2周半を切りまして、先頭は2番の君和田裕二、ハンデゼロ、棄権を制した君和田裕二がそのまま押し切りなるかどうか。3番の田形、2番手から猛追も、その差3写真、3番手は4写真、5写真あって4番の片岡健二、田中茂4番手でちょっと足は止まっています。残り1周半を切って、先頭2番の君和田、2番手3番の田形、その後ろ3番手に4番の片岡健という格好です。1回目のスタートでフライングを切ってしまった2番の君和田裕二、2番手3番の田形が猛追、ブルーフラッグが振られました。3番手4番の片岡、さあ君和田を、さあ最後まで追っていく3番の田形、差は詰まるかどうか。最後のコーナー2番の君和田先頭、田形秀和直線勝負ですが、ちょっと遠きそうにないか。3番手4番片岡、先頭2番の君和田裕二降臨。スタートから波乱がありました。8レースの準決勝へ人気を背負っていました2番の君和田裕二、最初の発走で勇み足となりまして、優勝戦への勝ち上がりはありませんが、人気は裏切ることなくトップチェッカーです。2番の君和田裕二逃げ切りました。払い戻し金です。2連単2番3番1110円、2連複23の組780円、3連単2番3番4番13330円、13330円、3連複234の組6310円でした。